アグリガットはドイツ国が開発、運用していたロケットシリーズ。開発のコードネームであるアグリガットの原理は様々な構成要素が強調して作用する機械を意味する。A4 を兵器に転用した部位にロケットは特に知られる。A1 は一連の開発の最初のものである。1933年にベルナー・フォン・ブラウンがドイツ国防軍の支援のもと、 バルカー・ドルンベルガーが主導するクンメルスドルフの研究所で開発した。全長1.24メートル、胴体直径30.5センチメートル、重量150キログラム程度の小型のものである。エンジンはアルトゥールドルフが設計したものであり、加圧供給式で推進剤としてアルコールと液体酸素を用いていた。燃焼時間は16秒で 2.9kN の。 水力を有した。安定翼などは持たず、頭部に4 0ラムのジャイロスコープを内蔵し、安定装置としていたが、性能と液体燃料に不安があり、打ち上げは行われなかった。試験台上でのエンジンの燃焼試験には成功したものの最初の打ち上げは、射点上で炎上した。設計が不安定だったと考えられ、さらなる進展はなく、A2 の設計に移った。 A2 ロケット A2 は A1 の発展型であり、フォンブラウンによって、バルター・ドルンベルガーが主導するクンメルスドルフの研究所で1934年に開発された。全長1.6メートル、胴体直径30.5センチメートル、空気重量は72キログラムで、離陸重量は107キログラムだった。燃料と酸化剤は A1 と同じくアルコールと 液体酸素を用いて水力は 3KN で A1 に似ていた。しかしながら A1 とは対照的に安定用ジャイロスコープはロケット中心部のアルコールタンクと酸素タンクの間に配置され安定度が増している。A2 は試験のために製造されビルヘルムブッシュの絵本に由来してマックスとモーリッツと称された。1934年12月19日と20日に 北海沿岸の防寒島で打ち上げ試験が行われ、高度 2.2km と 3.5km に達した。A3 は A2 に続いて開発されたロケットで、大型ロケット A4 のスケールモデルとして作られた。全長 6.2m、胴体直径 0.68m、幅 0.93m、離陸重量 748kg、流線形の本体に加え、ビブに、 安定翼を持つ。燃料と酸化剤はアルコールと液体酸素燃焼時間は最大45秒。1937年12月に行われた4回の打ち上げ試験は誘導装置に起因する燃焼制御の不調ですべて失敗した。これにより改良型の A5 の開発が開始されることとなった。A3 の開発は1935年2月に エルンストリッター・フォン・ホースティングが、カール・ベッカー将軍におよそ50万マルクを送り、2機の新型試験設備を設置したことで可能になった。これには、移動式試験ヤグラ、小型機関車と事務所と倉庫が含まれた。A3 の計画では、完成誘導装置と、水力 1500kg のエンジンを備えることとした。1936年3月、陸軍のベルナー・フォン・フリッチ将軍は、 クンメルスドルフでの A3 の地上試験を視察して、感銘を受けて、ロケット計画を支援した。初期の A1 と A2 ロケットと同様に、A3 も、加圧供給式推進剤供給装置を使用して、同じ液体酸素と75%のアルコール溶液を初期の設計として使用した。水力 14.7kN を45秒間、生み出した。 三台のジャイロスコープシステムでタングステン合金の噴射変流翼で水力を変更した。この設計について1936年の春に秘密裏に特許を取得して超音速域での安定性を高めるためにさらに改良され秋に完成した。ペーネミュンデからの最初のアグリガットの打ち上げは1937年12月4日にライトハウス作戦の一環として実施された。 1>, 1回目と2回目の打ち上げはパラシュートが予定よりも早く解散したこととエンジンの不調により失敗した。両機とも車点の近くに墜落した。3回目と4回目の試験はまたもやエンジンが不調で、加えてパラシュートが解散せず減速せぬままに墜落して車点を破壊した。同じ資料によると1機の A3 は最大高加速、フォンブラウンとドルンベルガーは それぞれの打ち上げ失敗の原因を追求した。当初はパラシュートの静電気が原因かと思われたが、結局、不完全な設計の完成誘導装置と機体と安定翼の設計の軽微な不安定性が原因であるとされた。これら一連の失敗の後、A3 は破棄され、A5 として再設計された。一方で A4 の作業は継続された。使用。 編集全長、6.74メートル直径、0.68メートル安定抑服、0.93メートル打ち上げ、重量、748キログラム燃料、酸化剤、エチルアルコールと液体酸素離陸水力、14.7、KN 詳細は、V2 ロケットを参照 A4 は、A3 の失敗を踏まえ、その改良型の A5 をベースに大型化したものである。 後に実用兵器の部位にロケットに転用された。A3 の失敗により改良型 A5 が1938年から開発されていた。A5 は安定した性能を見せ、1941年までに70回以上の燃焼試験が行われた。A4 の初打ち上げは1942年3月のことである。A4 の開発は進み、1943年からは、 V にロケットとして量産が開始された。V には全長14.0メートル、胴体直径1.65メートル、全幅3.56メートル、重量12.5トン。燃料と酸化剤には、エタノールと液体酸素を用い、1トンの高性能爆薬の弾頭を搭載、射程320キロメートルを有していた。ドイツだけで5200機が生産された。 ロケットン u ボート A4 には潜水艦発射弾道ミサイルとして運用する構想もあった。アメリカ合衆国本土攻撃用に構想されたもので、耐圧カプセルに A4 を搭載し、u ボートでアメリカ合衆国沿岸まで水中をエコー、アメリカ近海でロケットを発射するというものである。この構想は実用化にまで至らなかった。A4 は A4 の発展型で A4 に、 固定翼を追加したものである。1939年には、ロケットへ大型固定翼を追加することにより、弾道飛行終末段階は滑空し、射程などを向上させることが提唱されていた。この A4 改良型開発の名目で得た予算の一部は、長距離、大型ロケットである A9、A10 の基礎開発にも挙げられた。A9、の基礎開発にも挙げられた。 A10 の開発は1942年に予算の割り当てが中止されていたものであった。A9 においても固定翼を追加し射程延伸が考慮されていた。A4 改良型の A4 ビット試作機完成は1944年12月のことである。A4 ビットには胴体中ほどに後体翼が取り付けられていた。 初の試写成功は1945年1月のことであり、終戦までに実用化へは至らなかった。A5 は A3 の失敗を踏まえ、開発された A4 のスケールモデルロケットである。機体外形は洗練され、流線形の胴体に4枚の安定翼が付けられている。このデザインは A4 にも受け継がれた。外形のみならず、誘導装置に改良が加えられた。 全長5.82メートル、胴体直径0.82メートル。燃料と酸化剤はアルコールと液体酸素である。1938年から打ち上げ試験が開始され、A4 の開発のための空気力学と技術の試験で重要な役割を果たした。ロケットエンジンは A3 のエンジンに新しい制御装置を備え、A4 に似た形状だった。 25機が打ち上げられ、数回はパラシュート回収装置と船舶で回収するまで最大2時間、沈まない浮きをなえた。空中投下試験用に推進装置を備えない方と、一駅推進系エンジンを備える方の両方が製造された。A5 は1942年まで試験に利用された。A5 は全長5.825メートル、直径0.78メートルで、 離陸重量は9 0 0ラムで A3 と同様に燃料としてアルコールを酸化剤として液体酸素を使用した。1938年の夏にグリーフズワルダーを追いで打ち上げられ1939年10月に A4 で使用することを計画された制御装置の試験のための誘導飛行に初めて成功した。A5 は最高1 2トルに到達した。 A6 は A5 に異なる推進剤を使用するために1940年頃構想されたもので燃料にケロシンとニトロ系を使用するものであった。A4 ビットと同様に胴体中ほどに固定翼を有する。これは構想のみに終わっている。複数の資料では同様に有人の偵察用である A4 の有翼版の A4 ビットの検討のために計画されたとされる。 A6 は当初ドイツ航空省の溶撃偵察機として提案された。ロケットで垂直に高度 95km に打ち上げられ、大気検査位突入後超音速滑空段階に入り、単発のラムジェットに点火する。時速 2900km で15分から20分間飛行してドラッグシュートを使用して通常の滑走路に着陸する。しかしながら航空省は、 このような航空機を必要とせず、却下された。類似の概念は戦後アメリカで SM-64 ミサイルとソビエトのブーリャが提案され、両方ともラムジェット推進による大陸間巡航ミサイルだった。A7 は A9 のスケールモデルで A5 ほどの大きさの機体に固定翼を加えたものである。1940年から1943年にかけて、 ペーネミウンデで,で海軍のために開発され、2機の無動力モデルが製作され、飛行安定性の試験のために航空機から投下された。動力付きモデルは製造されなかった。A7 は A5 と構造が似ているが、滑空距離を伸ばすために大型の尾翼を備えた。完成時のロケットの離陸水力は 15kN で、離陸重量は 1000kg の予定だった。 設計での直径は0.38メートルで、全長は5.91メートルだった。A8 は A4 のストレッチ型モデル。大型化したほか、燃料として、エチルアルコールよりも単位体積あたりのエネルギーの大きいケロシンと、酸化剤として、液体酸素の代わりに、常温で貯蔵可能な硝酸を用いた。A4 のオファン B、エンジンでは18機の推進剤の噴射装置が、 燃焼室の長部に備えられていたが、A8 のオファン C エンジンでは、同心円上に配置された噴射装置に置き換え、燃焼室圧力を40気圧に高めることで、推進剤の消費を抑えて、射程を 430km、さらに 550km へ延長することを意図していた。硝酸を使用した地上試験で、水力は25トンに到達していた。 構想のみで、試作段階には至らなかったが戦後、ドイツのロケットチームによって、シュペル V-2 として、フランスに設計作業が引き継がれた。計画は中止されたが、フランスのベロニクとディアマン計画につながった。A9、A10A9、A10 は、1940年から開発が開始された、大型ロケット。二段式ロケットであり、上段が、A9、下段が、 A10 である。ヨーロッパからアメリカ合衆国本土まで届く、長距離、ロケット、アメリカラケーテアメリカラケテとして開発されていた。1942年には、開発予算が打ち切られたが、A4 ビット開発の名目で得た予算の一部を当てて、開発が継続された。燃料と酸化剤は、アルコールと液体酸素で、エンジンは共に一機ずつ。 終戦までに試作機の製造にも至らなかった。最大射程は約5 0 0 0トルで現在の中距離弾道ミサイルに当たる。A9 は全長1 4 1 8ル胴体直径1 6 7ル総重量1 6 2 5 9ラム A10 は全長2 0 0ル胴体直径4 1 2ル総重量6 9 0 4 3ラム A9 には固定翼が付けられ射程の延伸を狙っていた。A10 もビ部に大型の安定翼を有する。誘導には無線誘導のほか、機体に乗員を乗せ有人誘導とする構想もあった。A11 は A9、A10 の発展型、構想のみで実用化していない。A10 の下段に加えるロケットであり、A9、A10、A11 の三段式ロケットを構成する。 1> a 1用ロケットモーター6機を搭載し、全長25メートル、胴体直径は8.1メートルとなる。人工衛星部打ち上げ能力を有するロケットとなる、ものであった。A12 は、A9、A10、A11 の発展型、構想のみで実用化していない。A11 の下段に加えるロケットであり、A9、A10、A11、A12 の4段式ロケットを構成する。 A14 ロケットモーター50機を搭載し、全長33メートル、胴体直径は11メートルとなる。宇宙船打ち上げ能力を有するロケットとなる、ものであった。ストライカーズ1945ツーホッケウルフタ152のサポートアタック A9A10 ロケットとして登場。画面下から突入し、敵弾をかき消しながら接触した敵にダメージを与える。 時期としては、選択不可能。ありがとうございます。